みたいものがあって俺から始まるの。盛り上げですじゃないですか。一緒にいるのは、はい、こうちゃんですと盛り上げです。盛り上げはないんだけど盛り上げないくん私これ食べる。意外と一番豪華な。今何してるんですか。これは今ウニご飯にしてるんですよ。遊んでるの、ね、ウニご飯風砂遊びしてる。砂遊びじゃねえだろ。どうですか。あ、昆布か。飲んでみ。そう。マグロがね、いい感じ。いい感じだ。ちょっとね、茹でた感じになって。いいっすね。さて、佐野さんの食レポは。うん。ウニが美味しい、ね。ウニくん。ウニくん。だけど無理だよ。はい、じゃああなたも指行こうか。私これ映るの？うん、映る。今顎外れた音がした。なんか刺さってるね。いただきます。ふみさん、はい、もらいました。うん、あ、うまい。あれ、佐野さん。佐野さん。でもなんか、若干臭みがある。あー、なるほど。急に。ですね、佐野さん。はい。あの、10月、佐野さんの誕生日だったじゃないですか。10月25日。はい。1週間ぐらい経っちゃった。そうなんですよ。撮る前にちょっと会いたかったんですけど、佐野さんちょっと忙しいんでなかなかお会いできなかったので、ちょっと佐野さんに、私の方からですね、ちょっとね、来ていただきたいものがあって。ハッピーバースデー。おハッピーバースデー T シャツ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、後ろ見ないで、後ろ見ないで、ネタついてこうしない。ちょっとダメだ。これ可愛くない？ピザ。え、これ L サイズだけど大丈夫？大丈夫。オーバーサイズでいくら？そう。ほら。ほら。可愛らしい。それキティちゃんとミミィちゃんの誕生日が11月1日だったの。うん、そんで。あのそれとミミィちゃんの、あのミミィちゃんとお揃いで佐野さんに来ていただこうと思ってて、でもいや毎日来れるんですよ。ちっちゃくね。え、でもね、私女性、私来たらピチピチ。女性の L じゃん。でもね、私来てもやっぱ S って書いてある。待って待って、これ箱 L で中 S なんだけど。これイージー。いろいろとドッキリなんだけど。いろいろとイージーだけど。そうでしょ。いやでも北野さんなら着こなせる気がする。着るんだ。着るんだ。食べる前に着るんだ。ちっちゃいよ。ちっちゃいよこれ。あ、でもいやいや、やばいよ結構。いや、ちょうどいいんじゃない。この辺やばい、パツパツ。すごい筋肉あるじゃん。すごいマッチョな人みたいな。マッチョになってる。ハッピーバースデーということで。そうなんですよ。ありがとう。私ちょっと待って、不良品、超不良品。不良品だよ。絶対 L じゃないから。え、中身確認してくれたのに。え、じゃあちょっと佐野さんのレビューを。クレームだよ、クレーム。この辺きついもん。M ならまだいいけどさ。ありがとうございます。S はやばい。メンズしかもこれ。え、メンズメンズ、これはちゃんとしたメンズ。おー、髪の毛ついてるって。うわ、絶対ありする髪の毛じゃん。嘘でしょ。こんなん、いや、私こんな色じゃないじゃん。私ピンクだもん。誰これ誰。でもその髪の毛、佐野さんの服が出ましたよ。誰これ。佐野さんの服の中にいました。これ佐野さん、佐野さんの長すぎるってね、当てはまるやつ。佐野さんの服から来た。絶対女の子でしょ、これ。あ、髪の毛ちゃんになっちゃった。で、こうちゃんからは、こうちゃんからは、今日のお会計全部持ち。イエーイ。出かけ金か。
今デカキン言った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 チャンネル登録してね。やだこれ。ツイッター、インスタグラム、バイオの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。バイバイ。バイバイ。